はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの週刊宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち、こちらのアンドロメダを作るですね、こちらの55号をやっていこうと思います。はい、ヤマトから数えると165号になるんですけれども、やっていこうと思います。で、まあ55号なんで、60号で完結なので、今回入れて55、56、57、58、59、60とあと6巻で完成っていう形になるので、今回も引き続き作業やっていこうと思います。で、今回ね、一緒に案内で、再延長のご案内が入ってました。DCV-01 ヒューガっていうことで、同スケールのヒューガが、今回再延長っていう形で来ることになりました。全長がね850ミリっていう形なので、ヤマトよりは少し短いっていう感じにはなるんですけれども、まあ上にねこういう風に甲板があったりっていうのと、あとこの甲板の中の再現、中の格納庫の再現とかもあったりっていうので、結構ボリュームがある仕様になってます。はい、こちらの方も、案内が来てるので、ちょっとね、できればやろうかなとは思ってるんですけどね。これね、ヒューがね、80号あるんですよね。171から250号までっていう形になるんで、結構またこれね、大変な感じにはなると思うんですけれども、まあできれば、ここまで来たらね、やりたいなっていう気もせんでも、ないこともないこともない。ので、まあ、とりあえず今回は、アンドロメダの続きやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは165号の作業をやっていきましょう。165号は、次元波動エンジンノズルの組み立てと取り付けということで、入ってる部品はこんな感じ。船体の一番後ろにつくノズルの部分ですね。ノズルの部分のパーツが入ってます。なのでね、これを組み立てていくっていう形になるので、早速やっていきましょう。はい、というわけで作業をやっていくんですけど、まあ、今回ねこれと合体させるんでちょっと画角に収まらないけど、これと合体させるんで、これも用意しておきます。はい、ではやっていきましょう。で、まず順番としては、この辺のものを全部避けてあげて、順番としては、このフィン、このフィンですね、このエンジンノズルの周りにつく安定翼に、光ファイバーを仕込んでいくので、それをやっていくんですが、光ファイバーが2種類あるんだな。長い方の光ファイバー、こちら長い方の光ファイバーですね、こっちを使います。で、この安定翼の方も、この光ファイバーが仕込めるタイプのものとそうじゃないタイプのものがあるので、それを見極めて、これとこれかな、見極めてあげると。で、この4枚ですね、この4枚が光ファイバーを仕込めるタイプになっているので、ここにこの光ファイバーを セットしてあげる。で、こうかな。ここに、ここの部分に光ファイバーの金具をセットしてあげて、で、ここの突起
にこの光ファイバーを沿わせてあげて、で上からこれで蓋をするという形で、光ファイバーの後ろはこっちから出すっていう形にしてあげて、でここを接着していく。このパーツはね、無塗装になってるので、今も普通にね接着してってしまってるんですけど、これちょっと人によってはこの無塗装なのが気に入らんっていう方も結構出てきそうな感じの質感ですね。こことノズル、このエンジンノズルが無塗装なんですよね。ここはねちょっとこれはないやろっていう人が出てきそうな感じの仕上がりですね。僕もちょっとっていう感じの質感になってます。どうしようかな。よいしょ。まあまあいいや、こんな感じで繋いであげます。で、これを2組作ります。これと同じ作業をこっちでもう1個こんな感じで接着してあげます。で、これ2本あるんですけど、それぞれ貼るシールが違って、片方が ACL、 片方が ACL、 物自体は一緒なんでね、どっちがどっちでもいいと思うんですけど、片方が ACL でもう片方が NL のシールを貼っておきます。あー、 ACL くっついた。 NL ねのシールを貼っとく。で、 NL はこれはもう白い NL のシールですね。いつも NL っていうと緑と青、緑と赤の色がついてるんですけど、これはその区別がないタイプの NL になってます。で、あと、残りのね、この安定翼、これも接着してあげる。こっちは光ファイバーが入らないタイプになるので、もうそのまま接着しちゃう。まあ、塗装するにしてもここはね接着してから塗装する方がいいですよね。じゃあ接着してから塗装する方がいいと思いますね。した方がね、間違いなく質感は良くなるのは間違いないんですけどね。若干このサイズを塗るのがちょっとめんどくさいっていうのあったりするので、よし、はい、
こんな感じで安定翼が4枚、完成と。よいしょ。でこの光ファイバーは先っぽ出っ張ってるところは、このつらい位置のところでカットしてあげる。プチッとカットしてあげます。はい、こんな感じ。そしたら次に、このノズルですね、ノズルを出してくるんですが、このノズルのん4箇所刺すとこがあるんですけど、4箇所どこでもいいのかな、これ間隔一緒なのかな、どっち向き、どういう角度もつく、ですね。この間隔一緒なんで、どういう角度でもいいから、まずこの、光ファイバーがついてないタイプの安定翼をここにセットして、買った。ここにセットして後ろに引っ張りつつ前を差し込む。ちょっと待って、よいしょ。ごめんなさい、ちょっとね硬い、結構硬いんですよね。ここにセットしてあげてグッと奥まで入れたら、後ろにギュッと押しつつ前側を差し込む、こういう感じでつけてあげます。で、次に、この NL NL の光ファイバーがついてる方をこの上につけると。まあ、上下はあんま関係ないのかな、今の時点では。ここに同じようにセットしてあげてはめ込む。こうね、こっちに光ファイバーが出るようにしてあげる。でこっちの ACL も同じようにセット。よいしょ。よし、はい、こんな感じ。こんな感じでノズルにアンティヨクが4枚くっつきます。そしたら次に、このエンジンの中の基板ですね、エンジンの中の基板を出してきて、ここに EG のシールを貼ってあげる。 EG のシールを貼ってあげて、でこの基板をここに取り付けなんですけど、この配線をこの中に通そうか、この中に入れてあげて、配線を中に入れてあげて、でここに基板を取り付ける。で、使うビスが17だから、いっぱい入ってるやつ、このいっぱい入ってるビス、これを使って固定してあげます。これは基板の向き間違えないようにね、気をつけましょう。
上下左右はいいと思うんですけど、裏表を間違えないように気をつけましょう。こっちの上側にこの素子の部分がね見えるようにしてあげます。よいしょ。で基板を固定してあげたら、このノズルのこの中の部分に、このクリアパーツをセットしてあげる。ここにクリアパーツをセットしてあげて、で、ここにセットするんですけど、ここ2箇所穴が開いてるので、ここにこの光ファイバーを通してあげる。これも今の時点では向きは特に関係ない。でこれここ穴がめっちゃね細いんで、この穴通してからシール貼った方がいいですね。まあ一応入るのは入るけど。こことここに光ファイバーを通してあげたら、光ファイバーを引っ張りながら、こういう形でセットしてあげたら、ここの4箇所で固定してあげるので、こっちのちょっと太い方のビスですね、ちょっと太い方のタッピングビスを使って固定。なんかおかしいぞ。ちょっと待ってよ。なんかネジ穴がいないぞ。ん？ん？どういうこと？そういうことか。ん？ちょっとこれ大丈夫か？ね、このノズルのネジ穴がやっぱりね不均等なんですよね。不均等なんで今つけてみたらちょっと位置が合わなかった。大丈夫か。ちょっと待ってこれ、ああちょっと待ってよ。ちょっと待って一旦確認します。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。もうこのノズルに安定翼をつける時点で、ミスってましたね。ミスってたっていうか説明書に書いてないんですよ。説明書に書いてないんですけど、このノズル自体にも上下左右があるんですよね。っていうのはここの取り付け穴の位置っていうのが、この幅とこの幅が違うんですよね。この幅とこの幅が違うので、ここに取り付けると向きが
決まるんですよね。こう取り付けるとネジ穴が4つとも合う位置にすると上下左右が決まってくるんですよ。決まってくるんで、それを確認してじゃないと確定安定翼がつけれないっていう感じになるんですが、このノズルに安定翼をつけるっていう項目のところでそれが一切書いてないんですよ。なので、ちょっと気をつけてあげてください。で、ここの部分に関してはこのちっちゃい穴2つが開いてるところっていうのが下になるので、これを下にした状態で、この真下のところ、真下のところにこの ACL の安定翼がつく形。なんでちょっと今この状態だとつけにくいんですけど、ここに ACL がつく形になる。とりあえず1箇所決めてしまえば OK なんで、ここに ACL を取り付ける。で、その反対側に、その反対側にこの NL を取り付けるっていう形になるので、ちょっとね説明書の通りにやるとここが、ちょっと理解ができないっていう感じになるんで皆さん気をつけてください。あーっとってもたーくそー、機械つけたもんをね外すとこういうことが起きるんでね、なるべくしたくないんですよ。折れちゃったー、折れちゃったからここ接着剤流し込んどこう、ね、こういうことが起きないように説明書はしっかりきっちり書いといてほしいのにね。結構そういうところをいい加減にやるアシェットさん、よくないですよ。こういうとこは、こういうところで結構読者の不満は溜まっていくわけです。はい、こんな感じにしてあげたら、この改めてここにこのクリアパーツをセットして、でこの上下を確認した上でこれを通していくんですけど、このさっきも言ったこのちっちゃい穴ね、ここを確認して下側が ACL で上側が NL になるように、これも、説明書には一切書いてません。説明書には一切書いてないんですけど、 A を見ると、 A をよく見るとこういう風に書いてあるんで、まあおそらくこれで合ってるんでしょう。これで間違ってたら怒るよ、ほんと。でここでセットしてあげたら、これでネジ穴が4箇所ね全部合うので、これで固定してあげると。本当ね、でもね、この説明書不親切というか、なんというかねえ、これは良くないと思うわ。よいしょ、こうで、はい、これでね、ノズルがくっつきました。そしたらその後ろにまた光ファイバーをつけていくんで、この短い方の光ファイバーを用意してあげて、でこの光ファイバーをこの固定部品に通してあげる。固定部品の下側から通すと。前回の動画かなのコメントでね、視聴者の方から教えてもらったんですけど、
あの前回のケルビンインパルスエンジン、ケルビンインパルスエンジンの組み立てをした時に、あのこの光ファイバーをプラのプレート2枚で固定するってとこあったじゃないですか。あれこれなんで2枚つけてんのだろうって僕動画の中でも言ってたと思うんですけど、あれ説明書のミスらしいですね。あの2枚で、あの2枚のプラ板、プラの板で、この光ファイバーの金具を挟み込むようにして、固定するっていうのが正しい方法らしいです。はい、僕はそれを知らずに、これなんで2枚つけんのやろうって思いながら2枚つけちゃったんですけど、そういうことみたいです。そうしないと光ファイバーをただ押さえてるだけっていう感じになっちゃうんで、動いちゃうんですよね、光ファイバーが、っていうことらしいんですけど、もはや今更修正する気にもならないので、もう僕は無視します。まだ組んでないっていう方はね、そこを気をつけてください。で、光ファイバーをここの面のとこで切ってあげて、で、この光ファイバーに ACL を貼ったり、はい、じゃあ次行きましょう。したら次に、このノズルを、前回のこれと合体させていきます。で、この光ファイバーとか配線類は全部ね、こっから通すのかな、どっから通すんだ、普通にこっから通したらいいのか、完備から出ている LED165 の9のコードは船体パネルにある穴を通す。船体パネルにある穴を通す。どの穴？ん？どういうことや？165の9っていうのは、でも165の9っていうのはこのエンジンのこの配線ですよね。この配線を、船体パネルにある穴を通すってことは、この穴のことを言うてんのかな。ちょっとね、書いてある意味がわからない。多分ここを通せってことなのかな。なんでここを通す必要があるんだろう。どういうこと？で、光ファイバーは普通にこの真ん中の穴を通せってこと？どういうことや？で、通してあげたら、ここをセット？なんでここを通す必要があったんだろう。よく分からんけど、よく分からんけど、とりあえずまあ後からでも何とでもなるからいいや。ここでセットしてあげたら、これをビスで固定していくと。ちょっと場所が
サイズが大きくなりすぎて。とりあえず一箇所入れちゃえば。この時もね、上下、ノズルの上下左右間違えないように気をつけて入れてあげる。全部でこれを6箇所ですね、6箇所固定してあげます。外れるかだけど、なかなか辛い。この辺ね、止めるときは、まあ、当たり前のことですけど、配線とかね、光ファイバーが挟まってないのをしっかり確認しながらね、締めていきましょう。こんな感じで固定してあげます。はい、そしたら次に、ケーブルの取り付け、その前にこのパーツをここにセットしてあげて、ここをこの銀色のビスで固定と。感じでつけてあげたら、ここにケーブルを取り付けるんですけど、これとこれはピン数が違うかな。ケーブルがね、2本あるので、2本あるうちのこっちのでかい方ですね、何ピンだ、1、2、3、4、5、6、7、8ピン、この8ピンのタイプのケーブル、ここに合ってるよな、8ピンの方のケーブルに B7 のシールを貼ってあげて、
B7 のシールを貼ってあげて、シールを貼った方をここに刺す。シールを貼った方を刺すの。この基板に刺してあげると。ここね。ここに刺してあげる。で、こっちの B5、こっちのもう一本の方には B5 のシールを貼るんですけど、これはメインの船体の方の基板なんですよね。なのでちょっとあっち持ってきちゃうとややこしいことになるので、それはもう刺すだけなんでね、もう画面外でやっておきます。なので、今回の組み立ての作業としてはこれにて終了っていう形になります。こんな感じ。はい、こんな感じですね。はい、そしたら、次の166号では、艦艇部と減速多連装ミサイル発射機の組み立てっていうことで、次はねこの下の部分を組んでいくっていう形になると思います。多分この下のこれと、この横についてるこのハッチ1個なんか開いたままに、中途半端に開いたままになってますけどね、これね、ここ、なってますけども、ここの組み立てをやっていくっていう形になると思いますので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。